まあ、よく、まあ、の本屋さんに行くと文系数学の良問プラチカ 1A2B と理系数学の良問プラチカ 1A2B があるんですけど、うんうん、なんかどっちがどうとかあるんですか。やっぱり理系の方が難しいんですか。いや逆ですね、文系の方がむずいですね。あ、そうなんですか、うん、武田塾チャンネル。久しぶりの企画なんですけど。何ですか今日の企画は。今日の一冊ってあの参考書紹介するやつあったじゃないですか。ありましたね、はい、はい。まあ、コメントでもね、いろんなこの参考書紹介してくださいみたいなの来たりするんで、ちょっとせっかくなんでいろいろまたね、新しく出てきた参考書とかどんどん紹介していこうと思うんですけど。おー、ニュー参考書が出てくるわけですね。そうですね、あのルートにないやつとかもね、お私で一冊紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。川先生、はい、今回の参考書は何ですか。今回紹介する参考書は、うん、入試生鮮問題集理系数学の良問プラチカ数学 1A2B です。はい、来ました。プラチカシリーズ、はい、3冊ありますけど、そのうちの理系の 1A2B ですね、はい。まあ、よく、まあ、の本屋さんに行くと文系数学の良問プラチカ 1A2B と理系数学の良問プラチカ 1A2B があるんですけど、うんうん、なんかどっちがどうとかあるんですか。やっぱり理系の方が難しいんですか。いや逆ですね、文系の方がむずいですね。あ、そうなんですか、うん。一応そのプラチカ3冊の難易度を言っておくと、はい、理系 1A2B が一番簡単で。あ、そうなんですね、はい。次が文系 1A2B で、うんうん、まあ、一番むずいのが理系3と。なるほど、には言われてますね、うん、一般的なのかどうかちょっと違うじゃあ、はい、理系数学の良問プラチカ 1A2B は、はい、どれくらいの問題の難易度なんですか。割とその地方国公立とかの、うん、典型問題、つまり日大の発展とかあの辺ですね、うんうんうん、からだいたいその標準問題と言われるマーチレベルの発展レベルを網羅しているような感じ、うん、なるほど。じゃあ、まあ、よ、あの受験生だったら誰もが見たことあるような問題が載ってるって感じですね。そうそうそう、やっぱね、プラチカの最大 の長所っていうのは問題のセレクトがいいっていう点だとは思うんですよ、ね。なるほど、はい、出版社が河合塾っていうのももしかしたらあるかもしれないですけど、うん、でそのただ解説がめちゃめちゃ詳しい教材ではない、やっぱインプット用の教材ではないから、うんうんうん、やっぱそのレベルをなんか一冊、例えばその基礎問題成功を仕上げた上でやったりとか、うんうん、標準問題成功とかを仕上げた上でやったりみたいな形の参考書の立ち位置ではあるから、まあ、2冊目の参考書として使うみたいな。高田先生も実際文系のプラチカはですね、標準問題成功やってから使ったじゃないですか。そうなんです、はい、なんで結構プラチカの解説ってまあ綺麗な解説なんですけど、うん、どうしてもその飛ばされてたりとかするんで、うん、なんでこっからこうなったのみたいなところが結構悩んでたんですよね、うん、はいはい、なんであのプラチカでまず解き方を覚えようとか解き方を学ぼうってしちゃうと結構手こずるかなっていう、うんうんうん、だから解き方知ってる状態でやらないとあんまり効果がない参考書かなとは思います。だからインプットで広くやった後にこれでこうなんていうか実践化するというか、うんうん、入れた知識をこう研ぎ澄ませていくみたいな、うん、こんな感じのイメージですかね。なるほど、うん、じゃあ武田塾の、まあ、数学の参考書ルートがあると思うんですけど、はいはい、じゃあこれがやった人だったらプラチカ入ってプラチカ理系プラチカの 1A2B をやっても大丈夫みたいな、どんな順番でやればいいですかね、この本は。まあ、あの本当に時間なかったら基礎問やった後に入るって手もありなんですけど、はい、まあ、基礎問やった後にあの文系の数学重要事項関連習得編とか、はいはいはい、合格数学マセマの、はい、あのあたりをやった後でこれをやるといいんじゃないかなっていうふうには、その2冊で解き方を覚えた後だったら大丈夫、はいはい、標準問題成功だとね、さすがに文系だったらいいんだけど、文系プラチカ 1A2B だったら、はい、理系だとさすがに標問やってからっていう難易度ではなくないって気はするんで、こっちの方が優しいってことですね。優しいから、うん、なのでまあマーチ入門のやつ1冊とかやってからでいいんじゃないかなっていう感じですね、うん、はい。なるほど、じゃあ本当に1冊目にやらないように注意、しっかり解き方を覚えてから時間があった時のアウトプット用の参考書っていうことですね、まあ、割り切って叩き込むならこの1冊でやってもいいかもしれないけど、解説で理解しようと思うと結構きついかもって感じですかね。注意ですね、はい、はい、使い方には注意してください。今回は以上です。武田塾では全国の校舎で受験相談受け付けております。お申し込みこちらから最寄りの校舎探してみてください。そしてですね、私中森が宿題のペース管理をして生放送でその結果を読み上げるスタジオコース、毎週火曜日やっております。詳細こちらからよかったら見てみてください。そして、武田塾チャンネルですね、チャンネル登録募集しております。よかったら登録をお願いします。